それは彼女の些細な嘘から始まった。 PR 会社？はい、私たち同じ PR 会社で働いてるんですね。どうしてうちに転職しようと思ったの？私が御社を志望した動機は、教科書通りの答えを聞きたいわけじゃないよ。感じ悪い。すみません。仕事も恋もうまくいかない女の子レイナ。嘘、採用？やった！彼女が飛び込んだのは華麗なる PR 業界。実際に起こった現象を見つけ出して広く世の中に広める、それが PR の仕事だ。名付けて表参道ポップコーン清掃。変わりたいんです私。ご感想を。これからももっともっと輝けたらと思ってます。彼女がこの仕事に向いてるとは思えませんね。言うことにもいちいちトゲがある。バカタコ、人としてどうかと思うんですよね。着替えろ、もう一着買っただろ。エロいやつ、お前がどこまで上がれるか楽しみだ。頑張ります。上がれればの話だけど。夢中になれば明日はもっと輝く。社会で働く彼女たちに送る21世紀のトレンディードラマ。ミルクとアイデアをお持ちしました。この夏、個性豊かなキャストがスクリーンを彩る映画東京 PR ウーマン。私が世界を変えたんだ。